カール10世、スウェーデン王、カール10世、グスタフ、カール X グスターベ、1622年11月8日から1660年2月13日は、スウェーデン王国のプファルツ朝初代国王、在位、1654年から1660年、バルト帝国の絶頂を極めた部位の君主である、ポーランドスウェーデン戦争や、カールグスタフ戦争などの、 北方戦争を引き起こし、絶対王政の方がを築いた。父は、ビッテルスバッフハケヘプファルツ系冒険のプファルツイコール、クレーブルク公、ヨハンカジミール。母カタリーナは、カール9世の娘で、グスタフ2世、アドルフのイボアネ、プファルツ先帝公、ルートビヒロク世の外孫でもあった。元は同じく、プファルツ系冒険のプファルツイコールノイブルク公から、 先帝公くらいを継いだフィリップビルヘルムはまたいとこに当たる。1632年に母方のおじでスウェーデンの名君だったグスタフ二世アドルフが戦死するとカール・グスタフはスウェーデン元老院によりバーサケの後継者として認められた。元老院は10枚でグスタフ二世イアドルフの娘クリスティーナに王位を継がせていたが カール・グスタフとクリスティーナの結婚による応答の継承を目指していた。一方、カール・グスタフは、レンナーとト,トルステンソンの軍事教育を受け、三十年戦争後期のフランス・スウェーデン戦争に参加し、軍人として実績を積んでいった。カール・グスタフは三十年戦争の中で、スウェーデン軍を重視し、ボヘミア戦役では、スウェーデン軍総司令官となって8000人の兵を、 引いて、プラハ工場戦に加わった。カールグスタフは、包囲軍と共に、東級をする覚悟でいたが、ベストファーレンで締結された、講和条約の知らせが11月2日に届いたために、兵を引くこととなった。1652年に、父ヨハンカシミールが亡くなったために、プファルツイコール、クレーブルク公を継承したが、スウェーデン王即位に際して、弟、アドルフ・ヨハンに上位した。 クリスティーナ女王が結婚を拒否したため、カール・グスタフはすぐには王位につけなかったものの、女王に王位継承者として正式に指名された。1654年に女王の大位によって国王の座に上り、ウップサーラで大冠式を挙げた。同年にホルシュタインイコールゴットルプ公女ヘトビヒ、エレオ・ノーラと結婚し、翌1655年に一人息子のカール11世が生まれた。 新国王には難題が山積していた。クリスティーナは財政問題を残していた。カール10世グスタフは財政に関し、クリスティーナとは正反対の立場を取ったが、クリスティーナの定めた永遠の規定を尊重したため、財政問題は先送りにされた。それでもカール10世グスタフはこの問題を解決するため、1656年にスウェーデン発の銀行、 ストックホルム銀行、後のリクスバンクを創設した。対外問題は、ポーランド・リトアニア連合、ロシア、デンマークの脅威に集約されていた。プファルツ家の王位については、スウェーデン王家と同族で、スウェーデン王位の正当な継承権を持つポーンド、リトアニア連合側から強く意義が申し立てられており、いつかは、ポーランド・リトアニア連合がスウェーデンに対する、 軍事行動に移すものと思われた。しかし同時に、ポーランド・リトアニア連合では、フメリニツキーの乱を発端として、大規模な戦乱時代である、大洪水時代に突入していた。これはスウェーデンにとって、ポーランドとの間の多い継承問題を解決、すなわち、プファルツケが、スウェーデン王位につくことを正当化する絶好の機会となった。こうして、カール10世グスタフは、 その全人生をとした北方戦争を開始する。1655年、カール十世グスタフは、歴代ポーランド王が持っていたスウェーデン王位、要求権を放棄させるために、ポーランド・リトアニア連合、俗にポーランドと呼ばれるに進行した。この戦役は、ポーランド・スウェーデン戦争と呼ばれる。ポーランド王や二世は当時、ポーランド・リトアニア連合のうちの、 ポーランド王国領であったウクライナ地方とリトアニア大公国領であったベラルーシ地方で起きたウクライナコサックによる最大規模の反乱であるボフダンフメリニツキーの反乱への対応に暴殺されておりその隙をついたロシアとスウェーデンの侵攻を許すこととりドイツへ亡命した以後1657年にヤンニ世が戻るまでポーランドの政務は将軍たち国会政務元老院 セナと地方議会、ミクが行うこととなった。戦況が優位に動いたため余勢を買って、ロシアと共に、ポーランドの分割支配を企んだカール10世グスタフであったが、そのための交渉を持ちかけたロシアは、要求を拒否し、逆に、スウェーデン撃退のためのポーランドロシア同盟の成立を許してしまう。カール10世グスタフは代わりに、それまで何代にもわたって、 ポーランド王の進化であった状態から脱しようと、格索しより、ポーランドがこうした大規模な戦争状態、大洪水時代にあることを絶好の機会と見た、プロイセン公権ブランデンブルク戦抵抗、フリードリ・ヒビルヘルムとは同盟を結んだ。ところが、フリードリ・ヒビルヘルムも独立以上のことは望まず、ましてやポーランド支配などという大それたことには全く、乗り気ではなく、 これを必要に主張するカール10世グスタフからの利をちらつかせるようになった。カール10世グスタフは1656年のワルシャワの戦いでポーランドロシア連合軍を撃破したもののあまりにも突出したカール10世グスタフの野心のために同盟者は離反しその頃までにフメルニツキーの乱への対応が一段落したポーランドは全共和国を挙げて未だ強大であった国力を 対スウェーデン戦争に集中するようになり、間もなく本格的な反撃を開始し始めた。ポーランド・リトアニア連合側は、南部チェンストホバのヤスナグラの戦いで、スウェーデン軍の進撃を食い止めると、ポーランド貴族の司令官、ステファン・チャルニエツキが率いる軍勢と、リトアニア大へ、トマン、リトアニア大元帥の司令官、ヤンパベウサピエ派が率いる軍勢が、スウェーデン軍を、 バルト海へ一斉に押し返していった。また、ポーランド系、ドイツ系、リトアニア系、オランダ系、デンマーク系、ユダヤ系、タタール系、といった多民族のポーランド市民たちも一斉に対スウェーデン戦争に参加し、プファルツ王朝成立に反対し、ポーランド伝統の民主主義、黄金の自由を理想とするスウェーデン人の貴族や商人たちもポーランド軍に参加した。 同年には、ステファン・チャルニエツキ将軍のおかげで、ヤンニセイが亡命先からポーランドへと戻り、ルブフでポーランド王としての退官式を行った。1657年に行った、さらに大規模な反撃作戦でポーランドは、スウェーデン軍を事実上の退却へと追い込んだ。フメリニツキーの乱を起こしていた、ウクライナコサックたちでさえも、それまで、この反乱の主猟であったフメリニツキーの死後、 ポーランドとの関係を全面的に回復し、1658年に、自ら正式に、ポーランド王国に従うことになる。ついにスウェーデンはポーランドで完全に孤立したのである。政治情勢の安定を回復した、共和国が未だ強大であった底力を、スウェーデン撃滅に振り向け、本格的に反撃に転じると、スウェーデン軍は、あっけない敗北を積み重ねた。これは、カール十世。 グスタフのポーランドに対する野望を完全に打ち砕くのに十分であった。ここに至ってもなお、ポーランド国内に止まろうとすることは、スウェーデン軍とかある十世、グスタフ本人にとって非常に危険な事態を招くこととなった。かといってこのまま、ポーランドから全面撤退し、スウェーデンに戻ってしまうと、この政治的、軍事的失敗によるスウェーデン国内での避難は免れず、 カール10世、グスタフ自身の地位を危うくするとにもなりかねなかった。カール10世、グスタフの時代のスウェーデンはまだ絶対君主制に至ってはおらず、国内における支持基盤は未だ弱く、戦争の失敗は自身の失脚をも意味した。かくして、カール10世、グスタフは押すわけにも引くわけにもいかない、手詰まりの状態となってしまった。カール10世、グスタフの猛襲は結果的に、 ポーランドがすべてにおいて一挙に形勢を逆転して待ったのである。スウェーデンは強力なポーランド・リトアニア連合の徹底抗戦により軍事的敗北に追い込まれたものの、スウェーデン軍の侵攻はポーランドに決定的な傷跡を残すこととなった。経済は圧迫され、多くの都市、農村は破壊され、占領された。 ワルシャワの人口も一時は5000の6000人にまで減少したと言われている。スウェーデンとの終戦直後の穀物貿易も戦前の水準を下回ることとなった。こうしたスウェーデン軍の行為もポーランド・リトアニア連合国民の奮撃を買ってしまったと言えたが、スウェーデンとの戦争及びその後のロシアとの戦争はポーランド・リトアニア連合の国力を消耗し衰退の時代を招く結果となった。 ポーランドの反撃作戦に加えて、ロシアも、また本格的に、バルト地方への攻撃を開始した。ポーランドでの軍事的失敗は、カール10世グスタフにとって、最悪の展開を招く結果となり、周辺諸国からの介入を招く口実ともなった。特に、ロシアにはフィンランドから、リボニアまで進撃を許し占領状態に置かれるなど、危機的状態であった。 こうして窮地に陥ったカール10世グスタフであったが、思わぬところでこの手詰まり状態から脱することになる。1657年、スウェーデンの苦境を救ったのが、皮肉にもデンマークによるスウェーデン攻撃であった。スウェーデンとカール10世、グスタフの窮地を見たデンマーク王フレデリク3世は、スウェーデンに対し宣戦布告をするのである。カール10世グスタフは、このデンマークによる挑戦を、 これを口実にして、自身のスウェーデン国内での権威を保ちながら、ポーランドからの撤退をする絶好の後期と考えた。カール10世グスタフには、ポーランドでの自身の失敗に未練はあったものの、最低限の戦争目的であったスウェーデンを位、い、継承権をめぐるポーランド王との長年の争いに、関しては解消の見込みが立たように思われた、1660年に、カール10世グスタフが死ぬと、 スウェーデンとポーランドとの間で、オリバ条約が締結され、ポーランド王や二世はスウェーデンを追い要求権を正式に放棄したので、これにて、スウェーデンの主軍を引き連れて、ポーランドを撤退、デンマークとの戦闘のために、ドイツへと向かうこととなった。こうして、カール十世グスタフは、デンマークとの決戦に臨み、新たな戦役、カールグスタフ戦争を開始した。 カール10世グスタフは芝叩く間に、ユトランド半島に侵入した。半島の付け根にある、シュレースビヒイコールホルシュタイン公国は、彼の敵ではなかった。カールグスタフの王妃は、ホルシュタインイコールゴットルプ家の出身であり、公国は、スウェーデン軍の侵入を目認、ユトランド半島は、カール10世グスタフによって蹂躙された。しかし、ここで、カール10世、 グスタフの進軍は終わってしまった。いくら半島を制圧しても、デンマークを屈服させることはできなかったのである。デンマークの切り札は、デンマーク海軍であり、首都コペンハーゲンと半島は、リラベルト、小海峡、ストーラベルト、大海峡によって遮られていたからである。しかし、カール十世グスタフには、幸運が待ち構えていた。1658年の冬、 デンマークに大寒波が押し寄せ、小海峡、大海峡ともに氷結した。まさに白氷を踏む思いであったが、カール十世グスタフはためらうこともなく、進攻を命じた。これを、スウェーデンでは、氷上進攻と呼ぶが、これは、デンマークの度肝を抜いた。スウェーデン軍の大半が、氷上進軍を成し遂げ、コッペンハーゲンの背後に迫った。デンマークは、教順の意を示し、屈服。 カール十世グスタフは北方戦争の事実上の勝者となった。この年、デンマークのロスキレでロスキレ条約が結ばれ、カール十世グスタフはスウェーデン史上最大の領土を獲得した。この時スウェーデンはスウェーデンの歴史上最大の絶頂期を築いたのでった。さらに1656年から交戦中であった、ロシアとも1658年末に休戦が成立し、 以前東部領土はロシアの占領状態ではあったものの危機的状態からは脱することになった。デンマークを下ろしたカール10世はデンマーク併合を考えたほどであったがイングランド共和国とフランス王国の説得でこの時は諦めている。この時カール10世グスタフはデンマーク王フレデリック3世に対しフレデリック3世よ今や 我がスウェーデン語で共に語らんと宣言したという。このカール10世、グスタフの声明と表情信仰は今もスウェーデン人の誇りとして伝えられている。フレデリク3世は3月にデンマークのフレデリクス傍上にカール10世を招き豪華な共演で持てした。両国王の親しさは両国の平和が約束されたかのようであった。しかし、カール10世は デンマークへの不信を打ち消すことはできなかった。この条約によって、スウェーデンとデンマークは休戦し、カール10世グスタフは一旦スウェーデンに帰国した。しかし、カール10世グスタフは内政に集中することができなかった。1658年ぐれ、カール10世グスタフはデンマークがオランダに接近していることに危惧を抱き、北欧における ヘゲモニーの完成のために、ノルウェーを含む、全デンマークの征服を目論み、1659年、再びカール10世グスタフはデンマークに侵攻した。しかし、デンマークはすでに以前のデンマークではなかった。フレデリク3世は徹底抗戦を貫き、コッペンハーゲン市民は、スウェーデン軍の猛攻を大しのぎ、工場戦は長期に及んだ。 スウェーデンの新領土スコーネでも反乱が勃発した。この間にデンマークは、ブランデンブルクイコールプロイセンと密談を交わすことに、成功して反スウェーデンに引き入れ、オランダ、ハプスブルク家とも同盟を結ぶ。同盟軍は、ユトランド半島に侵駐し、カール10世イ・グスタフは苦境に陥って、スコーネに撤退した。戦争は思わぬ方向に向かい、カール10世イ・グスタフは、 すべてのスウェーデン軍を本国に召喚することを余儀なくされた。オランダ海軍もスウェーデン海軍を苦しめた。それでもカール10世グスタフは全く戦争終結を考えず、スコーネの陣中において、作戦の最高に専念したが、突然熱病に侵され、そのまま陣中で死去した。三十八歳であった。カール10世、グスタフの死によって、 北方戦争は終結へと至った。度重なる戦争で、スウェーデン財政は悪化していた。この年の4月にポーランドとオリバー条約、5月にデンマークとコペンハーゲン条約が結ばれ、交戦国とは僕した。ポーランドには、スウェーデンの主権下となったリガを除いて獲得した貿易港を返還し、デンマークには獲得した領土の一部を返還したが、バルト海における、 一定の覇権を確立することには成功した。さらにポーランドはスウェーデン多い要求権を完全に放棄したことでスウェーデンとポーオンド間の対立は終わり、大洪水時代から続くロシア・ポーランド戦争による疲弊と破産からはスウェーデンは免れた。カール10世、グスタフの人生は戦争の連続であった。彼は軍人国王であり、軍事国家としてのスウェーデンを象徴するものであった。 国力の消耗とともに、その死はスウェーデンにおける軍国時代の終わりを意味した。プファルツ王朝は世襲を認められたが、息子のカール十一世グスタフはまだ4歳であった。カール十一世には摂政が置かれ、スウェーデンバルト帝国は新たな局面を迎えることとなった。なお、カール十世、グスタフの時代のスウェーデンはまだ絶対君主制に。 至ってはいなかったがその下地気づかれたとされ、孫のカール十二世に至る時代を、カール朝、絶対主義、デッド・ケロリンスカ・インバルデッドとも呼ぶ。北方戦争の全面的な終結は、カール十世、グスタフの死後一年後にロシアとのカディス条約の締結とロシア軍の撤退をもって終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。